んじゃない？途上国ってなんか発展のエネルギーってどっかあんじゃん、うん、ないの。えれこったぜあれっていう話だ。やっぱりそういうと、そういう点からは新宿とかさ渋谷ってやっぱりすごいね、うん、池袋もそうだけど、池袋はまだそうでもないか、街全体が活生きてんじゃん。そうですね、流動的にさ。もう中野ダメよ、高円寺なんか行ったらひどいんじゃないかな。まあ行きますか。もう高円寺はでも人気のエリアです。そう思うでしょ。だから吉祥寺とかさ今行ってみたら。いや吉祥寺はまだ全然あれですよ、ま、だ平気。大人気。あそう、うん、どっちも。君も行ってないんじゃないしばらく。なかなか用事ないといけない、うん、だから俺も中野。でも住むのはやっぱり人気ですよ。あそう、中野10年ぶりぐらいだったけどびっくりだったっていう話。よしさ、行きまっか。元気だね、今日もガッツで行きまっか。なんか私しょっちゅうこの姿で出ますよね。いいじゃん。なんかこれしかないみたいな。なんかさ、お面かぶって出る今度。それも怖いでしょ。なんかしょっちゅうこの T シャツ、ジーパン姿で出てる気がする。いいじゃん、だってそれしかないじゃん。それしかないですよね、うんうん、ほぼ私物。ライブのベースは全部これ。全部これ。はい、はい、というわけで今日も行きましょう。はい、皆様こんばんは。はい、シマックインスタライブもチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。今日は、今日ははい、はい、フルッティフルッタや、はい、マチュリタっていう、うん、あのブランドの、うん、アイテムご紹介させていただきたいと思います。うん、うん、春物です。いいね、うん、よかよ、はい、羽織物とか、うんうん、で早速いきますよ。それです。進まなかったら意味がないですよ。あの今、はい、結構こうあの、うん、冬物でも軽めの羽織とか、うん、春物でもスプリングコートとか、うんうん、羽織物が、うん、あのご好評いただいておりまして、はい、なので今日は、羽織物とか、うん、あとは最後にセットアップご紹介します。うんうん、なんか面白い流れね。昨日はマレーラのウールのコートが10、ね、はい、売れたとかね、買っていただいたとか、はい、なんでむちゃくちゃなね、いい意味でね。いや本当に、うん、あの毎日何がご好評かわからないような日々です、うんうん、ね、はい、いや、やっぱりいいのはいいわ、あと 1,2 回しか着ないかもしれないけどっていうようなね、見方をしてくれる方いらっしゃるし、やっぱり冬物のコートをご購入の方は、うん、やっぱりこれから先、うん、あの1ヶ月2ヶ月じゃなくて年単位で長く着られるっていう部分で、うん、あのいいものを、うん、あのちょっとセールでお求めくださるっていうようなやり取りが多いです。うん、今あの大物っていうんじゃない、割とこうちょっと値段の張るコートとか買っていただいてる方はしっかり物さんだ。いい意味でね、あの、うん、うん、いいお買い物、うん、で絶対セールじゃなきゃって感じじゃなく、うん、じゃないね、もうさらっとって、うん、たまたまいいものに出会えたっていう感覚で、うんうん、ですね、うん、ですね。であと春物の方はもうやっぱり先々に欲しいものが欲しいっていう感じで、うんうんうん、そうだよね。はい、はい、じゃあ欲しいものが欲しいっていうような感じの見方をしていただくように頑張りましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さてじゃあどっからどう、どっから行きましょうかね。いやどれもいいよね。どれもいいですよね。個人的にはその、うん、そのそれそれでいいですよね。うん、もう大好き、永遠のテーマ。なんかさ、アメリカングラフィティに出てくるような感じのね、カーディガンでもあるし、うん、またわかんないか、アメリカングラフィティ。わかりますよ。ああ、よかったです。ほっとします。あれは時代がどうのより映画として知らなかったらちょっとやばいよね。あ、そうですよね。はい、名作ですよね。はい。はい、こちらの、うん、フルッティフルッタの、はい、ニット、うん、カーディガンになります。うん、いや、すごいんだよね、フルッ
ティはニットの芸術、うん、本当にね、あの目付けが本当しっかりしてるので、はいはい、あのしっかり糸使ってますけど、うん、全くだれません、うん、ね、こういうトラッドなコンサバな感じをちょっとだけ切り口を変えてモードな世界に表現し直してるという、ちょっと島君には新鮮なラインですね、うんうん、あのベーシックはベーシックですよね、うん、トラッドで、うんうん、でこちら、綿とアクリルになります、うんうん、この厚みはもう切られます、うん、そうなの、そうなの、これにあのコート着てもいいですもんね、うんうん、いや、いいニットだわよ。色の出方も何点でしょう。本当になんか着てて楽しくなる感じ、うんうんうん、あら、爽やかくんくんでんな。爽やかですね、うん、かわいいですね、うん、かわいいかわいい、割と点数稼げちゃうね、はい、はい、うん、いい感じ、ちょうどいい厚みがありまして、うん、本当にあの着ててあったかいしサラッサラッとしてまして、あのもう本当今すぐ、うんうん、あの着ていただけるアイテムになります、うん、ね、ちょっとごめんなさいね、この厚みがもう絶品ですよね、絶品、はい、あの厚すぎず薄くない、はいはい、そして着ると軽い、はい、とても、はい、ミドルゲージっていうかローゲージに近いんだけどミドル7、8ゲージぐらいなんでしょうかね、ちょっと専門的にゲージのあれが分かんないんですけど、ミドルゲージっていうからローゲージに近いですね、はい、本当にあの、うん、なんかこう伸びちゃうような心配が全くない、そうなの、そうなの、ニットこれでもうちょいざっくり3ゲージとかのスーパーローゲージになると重みと目の、うん、あの太さのかっこよさ、おしゃれさってあるんだけど、だれちゃうね。だれますね、うん。もう絶妙ですね。はい。はい。なんかもう着てるだけでこうパッと明るくなるような、うん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 、そんな感じです、ね。なんか爽やかよ。爽やかですよね。うん、いい色。なんかそのままダッシュするシーンに出てきそうなね、なんかコマーシャルでも、ね、はい。爽やかですよ、ね。爽やか。アクリリアスのシーンとかやりそうな。そう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 、走れないくせになんかダッシュが似合いそうなね。ふーって汗かなんかスッとねちょっと吹けるような感じの、そうで、ダッシュが効く女、ダッシュが効く感じです、うん、このブルーだけだとあれなんですけど、はい、このグリーンが入ることですごく、はい、あのポイントがついてると思います、はいはい、もう本当に着やすい、着心地抜群、うんうん、と思いますね。で、うん、このコートはどうなんだろう、今着てみたらいいじゃない、着たいと思ったら、なんかお気に入りだよね君、はい、まだ売れてはいないの、売れたなんか、あ、いいえ、はい、でこちら、はい、こちらもフルッティフルッタのコートになります、うん、はい、配色がなんか面白いよね、そうなんです、ベージュに、はい、ライトブルーのジップであったり、うんうん、このトリミングが施されているのと、うん、あとやっぱり脇ファスナーでね、その中の遊び、はい、鍵の部分を隠してるんだけれども、あら、いいじゃん、お、いけてますか、ちょっとかっこいいじゃん、ね、うん、まるでそのコートマッキントッシュみたいよ、そうですかもう本当に羽織りやすいコートです、はい、でこちらはですね秘密がありまして、うん、はい、ここにファスナーがあり、はい、あら本当に秘密です、はい、どこまで行くの、まだ確かめてもいいかな、はい、そこまでですね、こんな感じで、はい、広がります、はい、テントラインになります、うん、綺麗ね、この素材の張り感がね、そのフードの高さをカチッと作ってる、本当ですね、うん、あ、いいじゃない、走れるもんな、走れますよね、はい、まだまだ、あ、こんな感じ、カンチーって言ったカン
ちゅうね、そう、リカ、そう爽やかリカ、爽やかリカ、リカトラットですもんね、うんうん、2024年東京ラブストーリー、そうそうそう、2024東京ラブストーリー、そう、ずいぶんカジュアルになりましたね、うんうん、そう、リカと俺がカンチ、そう、ちょっとイメージ違うか、いや、その照明がカンチ、カンチって、はい、そうそうそう、はい、こんな感じで、あ、でも爽やかでいいじゃん、いいですね、うん、でちなみにこのフードの内側も、はい、あ、フードもファスナーがあって広がって、うん、完全にフードになります、うん、アルコートも充実の島木さんですね、どれも素敵で困ります、 ありがとうございます、ね、ありがとうございます、でもいいですよ、はい、本当に先日もありがとうございました、うん、ね、東京ラブストーリー2024年主役ヒロインかもっこなんかシュッてしないけど、うんうん、でもまあこの感じで、はい、あのもうもうもう全然今日の昼間でしたら、うん、こういう感じで全然いけたと思います、うん、あ、なんかいいね、なんかいいですね、うんうん、爽やか綺麗で、うん、爽やか綺麗、うん、でこのやっぱ立体感がいいですよね、うん、そうそうそう、もうそれは譲れないぐらいそこのねかっこよさ、うん、です、うん、良き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 です、あ、いいね、ちょっとコンサバトラッドな感じをモードに着こなす、うん、色がまたいいですよね、うん、こちらコットンポリエステルになります、はいはい、お色違いも着てみます、うんうん、今言うバーバリーとかマッキントッシュあたりは得意でやる素材、はい、あ、その黄色その上からも面白いんだよな、いや、しかし本当に走れる女、そしてコートの色違いがこちらの蛍光グリーンというか、はい、はい、うん、そうだね、イエローというか、2024年走れる女をテーマにする、君、なんかプレッシャー走らなきゃいけないんじゃないか、いつも走り続ける、ファスナーがベージュになります、はい、なんかね、なんかフルーティー、シマークにはすごい新鮮だよね、うん、こってこてのイタリアンでずっとやってるんで、色使いが綺麗ですよね、うんうん、これをニューイタリアンとでも、あ、いいじゃん、こんな感じになります、雨の日でもきっと車が注意して減速徐行してくれそうね、あ、そういうもの違う、そう、夜中でも平気、そう、夜中でも平気、あ、でもいい感じ、色がないよね、色ないです、うん、もうちょっとちゃんと撮ってほしい、あ、はいはい、手抜いてませんわ、はい、でこちらが、うん、ここが、いいね、ややベージュ、うん、薄いベージュになる、ワクワクするね、もうスプリングコートもね、ホームページのお客様が割と先行してくれてるけど動きいいですね、そうですね、うん、こんな感じで、こんな感じになります、あ、良き良き、写真撮ってく、あ、はい、なんかいいね、 100m30秒ぐらいで走れそうよ、はい、遅いか歩いた方が早い、綺麗、うん、でお色違い、はい、そのベージュに、ね、本当にあったかい、うん、すごくちょうどいいと思います、うん、ね、うん、少し麺の、あの麺らしい爽やかさと温かさ、はい、そうですね、はい、お色違いはこちらのベージュに黄色のラインになります、うん、うん、良いね、ありがとうございます、おお、わあ、これもまたいいわ、あ、綺麗ですね、うん、ベージュなのにね、その黄色のトリミングがどうのっていうより全体的な色の配分かな、なんかすごく映えますね、うん、でなかったらまあオーダーしてませんけどねこの辺は全部オーダーですから全然なんか、はい、落ち着いたって感じにならなくて、はい、すごい色が綺麗です、うん、
なかなかないよ。なかなかないですよね、うん、ということでね、オーダーして入荷してきてるんですけど、あら、でもやっぱり爽やかさっていうのも必要だね、うん、特に春夏多分、ね、うん、あ、いや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 、いいね、いいですね、綺麗、うん、うん、よかよ、はい、真面目に撮ってます。そしてそのデニムの裾のめくり上げ、はい、スーパーフリーですね、ロールアップ、はい、切らなくていい、うん、あと20センチ30センチ上げても平気、はい、はい、そんな感じの、まあ、デニムが今本当にご好評いただいておりまして、ね、連日ね、うん、はい、連日あらゆるタイプが人気です。動いてます、はい。デニムがちょうどいいと思います。はい、スーパーいいですね、はい。いいってね、いいですよね。いいですよね。ありがとうございます。うん、もう本当にあれよ。なんかいろいろ写真撮って、あの観光地とか景色の名前覚えてたんだけど出てこない。ああ。そう、そこに、そう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 、そこに行ってるこういうね、白いベンチと。あるのよ、テーブルがね、はい、そこからその湖が見えてさ、はい、そこの湖の名前忘れちゃった。あはい、こちらのコートが、うん、こちらが38サイズ、うん、コットンポリエステルです、はい、ほぼフリーだね。はい、5万3900円です。はい、5万3900円。いやでもいいね、良いです。うん、良い良い。そして、はい、こちらのカーディガン、うん、これの方が高いんじゃない。こちら、あ、でもあれなんですけど、ね、まあまあでもお値段しますけど、うん、コットンアクリル、はい、4万2900円になります、はい、こういう場合にアクリルを混ぜてるって、アクリルの扱いやすさと別個にアクリルは非常に色のノリがいいので、発色、要するに綺麗な色を乗っけたい時には糸にアクリルをかました感じの織りが割と多用されますね。これはもう スーパーハイブランドもあらゆるブランドにとってアクリルっていうのは色を吸いやすいので、綺麗な色を出す時にアクリル紙を混ぜていくっていうのがもう上等テクニックですね。アクリル絵の具も発色いいですね。そうです、そういうことそういうことです。さすが、まさにそういうこと。はい、じゃあ次いきます。はい、はい、またそれを。うん、まあいいじゃん、一緒に行っちゃいましょう。ガンガン、はい、ガンガン。これはスーパーメッシュ。はい。はい。これは。うん。独特な糸の、ね、ニットなんですけど、すんごいの、超伸縮して、軽いの、もうフワンフワン軽い、はい、ね、薄みたいな、テープヤンでもないんですよね、うん、違う違う。しかも見てください、この襟の作り、ニットなのに、こんなに綺麗、見てください、見てくださいよ、ニットなのに、うん、もうこれカーディガン感覚、うん、ポリエステル100です。うん、あの人いいの着てるとか、はい、うわ、あの人おしゃれっていうのはこういう何でもないところに一番現れますね、そのものの良さが、うんうん、今で言いますところのニットなのに、この襟のとんがり方、うん、襟のまあ作り方、はい、それがもうスーパー綺麗なんですね。そこの襟の収まりが綺麗だけでもそのジャケットの良さが一目瞭然、うん、なんかわかんないけどおしゃれとかね、まあこれはなんかわかるけどね、この色もすごい形がすごいんだよね、シャープですね。あとこの生地がなんて言うんだろう、なんなんですかね、柔らかいんだよね、はい、で少しの厚みと柔らかさ、うん、で弾力があって、でしかも超伸縮、はい、これで厚みがないとこの織のね、脂肪効果みたいな織の厚み、うん、でも間をつないでるのはこういう感じでメッシュにつないでるんですね、糸で、うんうん、見てください、ほらすごいですよ、編み地を結構変えてますね、はい、そうです、それでこれに少しの厚みがないとペショッとなって、うん、
もうなんかジャケットとかカーディガンの役目を果たさない、うんうんうん、これは芸術品ですよ、本当に芸術品、もう真夏もずっと着られるぐらい、うん、ずっと着れる、本当に、うん、綺麗、さらっとしてて、はい、なんかジャケットを着てる感じじゃない、うん、カーディガン感覚のきちんとした、うんうん、そう、だって綺麗だもん、すんごい綺麗だもん、すっごい綺麗ですよね、うん、ラインもすっごい綺麗で、はい、こんな感じになります、ね、この色はお仕事はちょっと厳しいかなっていうあなたがいらっしゃれば次に着る、はい、それ紺だっけ黒だっけ、黒です、はい、黒で安心してください、でも綺麗、綺麗ですね、うん、どんな席でもこれは気持ちよく着ていただける、うん、カーディガンジャケット、まあジャケットだね、もうですごく軽くて、うん、もうちっちゃくなるので、うん、お出かけの時にもすごいと思いますし、うんうん、あらゆるシチュエーションで着ていただけます、うんうん、すごいよね、見てくださいよ、これはすごいんで、カーディガンにならないんだよね、そうですね、うん、それがすごい、ダラッと感は一切ないし、うん、ジャケットだ、うん、で、そういうところがいいねって絶賛しながらお出ししてるってことなんだけどね、はい、いや何これって、ほら見てください、この綺麗さ、綺麗ですよね、はいはい、なんか綺麗に締まる感じ、うん、でもすっごい伸縮あるので、そうそう、うん、もうなんか着てないみたいに軽やかです、うん、はい、ちょっとお肌の上に何かまとってるなぐらいの感覚で、はいはい、本当に快適ですし、うん、あの思った以上に全然透けないです、うん、そうね、それとこのね、膨れっぽい感じの独特の氷で、うん、あの少しの厚み、立体感、厚みを持たせているので、あの先ほど来再三あれですけれども、ジャケットなのよ、うん、綺麗なの、ジャケットなのよね、はい、でボタンが1箇所あります、うんうん、なのよ、お手持ちのいろんなあの、うん、パンツやスカートやワンピースとか、うんうん、本当に何にでも羽織れます、ね、うん、きちっとしたんだよ、すごい本当に綺麗ですね、はいはい、こんなに綺麗に作れるのっていうぐらい、うん、いやいや本当そう思います、そう、それが一番ね正しいかも、こんなに綺麗にこんだけ作れるのって感じ、うん、本当に綺麗、本当に綺麗ですよね、はい、こんなに、はい、ニットでこんなにカクカクってシャープに、そうそう、なん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 、うん、特にその、うん、剣先、襟先のところ、はい、もう芸術品で、うん、この端っこもそうですし、はい、綺麗、これがディオールにあったら53万ぐらいだよ、うん、バレンシアガでも50万ぐらいするね、恐ろしい値段ついてるけど、皆さん本当にこれはこういう作りだよ、まあでもハイブランドはねやっぱり、うん、ちゃんとしてる、うん、そして値段を高くつけないと意味がないから、ドラマチックに、いやいや本当素敵なジャケット、うん、こちらがめっちゃ綺麗です本当に、ね、これもいい値段じゃない、はい、ポリエステル100、はい、4万9500円になります、はい、いつも言いますようにポリエステル100だからどうのってことではないんですね、シルク100だからいい悪い、ポリエステル100だからいい悪いじゃないんです、その糸の加工の仕方で全然違います、使うポリエステルがそもそも違う、うん、もうどこに行くにもちょっと持っていける感じのものになります、うんうん、はい、皆さん聞き飽きたかもしれないけど、同じ牛肉でもピンから切りまであるでしょね、サーロインステーキっつっても同じ牛肉でサーロインの部位なんだから一緒のはずって、違うでしょ、うんうん、そういう違いを伝えたいです、はいです、はい、品質表示ってある意味何の指標にもならない、ごまかしの指標によく使われるだけで、いいものを作ってるところはそういうことを言わないね、うんうん、触ってみてとかね、うん、着てみてっていうところから入るよね、うんちくがあまりない、はい、次はまたこれがね全部綺麗だよね、全部綺麗、はい、フルーティーは本当に、はい、
ニット、はい、すごいですよね。はい、コテコテのねデザインの多い C マークの中にあって、フルッティは本当にコンサバティブでベーシックを言ってるんですが、また新鮮ですよ本当に。この作りとサイズ感、クラシックなベースオーソドックスでは全くないので。これが、はい、ニットの、はい、ノーカラージャケットになります。はい、あの生地自体は厚くないです。うん、これもそうです。ほら見てください、テープでつないで、すごいですよ。これも見るからに高そうで、そうですよね、画面越しに映える、うん、あのやっぱり立体感もしっかりありますし、うんうん、あと前立てのその辺のほらフリンジがニットなのにへたらない、はい、これはあれですね、ファッションさんが大好きなあれの世界ですね。シャネル違いますわよ、あれあれギャッツビーの世界。ギャッツビーの世界ですね、はいはい、まあ、シャネルはそもそもギャッツビーの世界だけどね、はい、はいはい、デニムにねこういうのいいですよね、うん、いや、もう、うん、はい、なんかこういったあの、うん、ちょっとツイードニットツイードよね、これね、はい、の、はい、あのこういったジャケットって、うん、今までもあるんですけど、はい、またこれは格別、はい、あの仕上がりがとても美しいです、うん、そうですね。しかもここの間にリボンやんリボンをテープにね、はい、編み込んでますね。完全にニットで、はい、あのニットでツイードを作ってるっていう、はい、そうですそうです。織物のツイードとちょっとまた違う、はいはい、そうなんで感じです。すごく手が込んでます。めっちゃ綺麗。でここはあのラメの糸が入ってます、はいはい、で間にリボンヤーンが入っております、うん、でこのフリンジは上からこう叩いて、はいはいはい、つけている感じになります。フリンジのテープを叩いてる感じですね、はい、綺麗ね。いよいよあのちょっと帽子とかかぶってみて、これ少しカジュアルダンスするとまた楽しい。うん、あ、いいね、いいね。で、そこのさ、ポワンポワンとか、うん、違う。それとか、あとこっちの右を。そうそうそう。両方持ってみて、その B プライムと。片手ずつによ。うん。おしゃれですね。おしゃれですよね。おしゃれですよ、おしゃれですよ。あ、そっちがいいか。色合いもバッチリだね。パーフェクト。こんな感じで。お、良い良い。あ、良き良き。あ、いいじゃんいいじゃん。キュート。あら、イタリアン。今日出てこないよ。出てこない。出てこない。あのモードエイタリアーナだけね、よくほら雑誌買ってたじゃん、はい、モードイタリアーナか、モードエモード、モードエモードか、はい、モードエモードの世界だね。あ、そうですね、うん、シャネルのコレクションみたい。そうそう、モードエモード、違う、シマークのコレクションと呼んでください。シマークのコレクションですね、はい、このあのいいね、はい、色がもう完璧、クラシックな雰囲気でいて、この軽やかさってすごく、うん、あの新しくていいなと思います、うんうん、あ、いいじゃん、中のねそのブルちゃんも効いてるし、うん、はい、あ、いいじゃない、超ロールアップのデニム合わせ、これ人ですよ、うんうん、これ人です、あ、そっち人か、はい、ブルちゃんはいなかったから、ブルちゃんじゃないです、はい、あ、でもなんかいいね、いいですね、うん、よきよき、そっちのバッグ持ってみて、うん、あとどっちがいいんだろう、それはそれでいいかなと思ったの、あ、かわいいです、これはもう好き好きですね。どうしてだったらさっきの B プライムの方で、はい、ちょっとエレガントビューティフルにしたいね、うんうん、カジュアルが頭についてカジュアルエレガントビューティフルですね。春はこういった軽い羽織が楽しめるのがまたいいですね、うんうん、サイズは9号ぐらいですかって、これニットだからもうちょっとサイズが拾えるね、もうちょっと広げるような気がしますけど、うん、ルミナスさんだったら何の問題もないね、はい、アームも、はい、問題ないです、はい、この間のパンツにもいいですね、うんうん、あ、バッチリだ、これなんか最高じゃん今の、はい、いい、うん、これ先日買っていただいたあのセミクチュールの、うん、あ、セミクチュールか、あのね、ショートパンツにバッチリです、
こちらがお色違いの、オフベージュになります。この色もいいですね、うん、いよいよいいですね、うん、なんかすごく春夏っぽくて素敵な色だと思います。すごい綺麗、ちょっとごめん、美しい、うん、全然平気だね。それ考えてましたね、もう完璧ですよ。すごいいいと思います。どっちの色も完璧、そのベースの色が一緒だから、はい、素材感もいいですね、うん、オフ白、オフベージュ、オフ白ね、はい、いや、良い良い良いですね、うん、良きですよ。いや、可愛い、デニム、うん、今年本当デニムがいいので、うん、あのデニムスタイルにバッチリ合いますし、うんうん、あのいろんなお手持ちのアイテムにも当然合わせやすいです、はい、しかもなんか姿勢が良くなるじゃない、なりますね、うん、なんかきちっとしようみたいな、うん、うん、見てって感じね、はい、あ、いいね、潔いっていうか、そこまでこう弾けた感じじゃなくて、うん、力まないで、あ、おしゃれって感じですよね。この新鮮さお伝えしたいですね。本当に今からもうお召しいただけます、うんうん、こんな感じです。あ、良き良きです良きです、うん、で、ホックがありますので、はい、あの止めることはできます、うんうん、こんな感じです、うん、まあ、実際羽織るだけでね、はい、いいと思います。あんまり止めないかもしれないですけどね、はい、はい、こちらのジャケットは、うん、アクリルコットン、ナイロン、ポリエステルレイヨン、ツイートなのでいろんな糸を使っております、はい、うんうん、こちらが、38,000円でございます。割とお手頃だね、これだけこんで、うん、で、リボンヤーンと、こちらは金糸が噛んでますね、はい、はい、さっきのあのシルバーな感じでしたけど、はい、こんな感じです。キラキラ具合は黒がキラキラと非常にいい意味でまばゆいし、うん、こっちは動きの時にあれキラキラあれキラ、うん、キラって感じね、はい、何気にキラキラって、はい、控えめにキラキラ、はい、黒はしっかり見て綺麗っしょって感じのキラキラですね、はい、もう迷わず、うん、うん、いや、いいな、どちらも素敵ですね、うんうん、いい意味で高級感バリ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 です、うん、高級感大事ですよ、こういうカジュアルな感じの、はい、ニットのシャネルタイプは、はい、です、うん、なんか今日早いですね。いや、そうでもないんだよ。そうですか、うん、じゃあそっち行きましょう。はい、さあ行ってください。はい、少々お待ちください。はい、セットアップいきます。はい、はい、島区店内、あの全店、あ、各店とももう春物で全部店内が埋め尽くされ、あ、埋められるぐらい量バリエーション入っているんですが、まだセールっていうんでしょうかね、あったかい感じのものをお求めの方の方がお客様でいうと6、4ぐらい、6割ぐらいなものですから、セールを店内、3割引き、そしてニット関係はおおよそ 50% オフでスペシャルやっております。まだそういう意味で、しばらく3月いっぱい、桜の時期までは冬物のコートもニットもどちらかというと着る機会が春物よりも多いので、もしよかったらそういう意味の掘り出し物ぜひ覗いてみてください。そして、あ、でもやっぱり春物がいいわねっていう場合は、春物見せてよって言ってください。箱の中から、あとはバックヤードから、山のようにお見せできますので遠慮なく言ってください。そしてモッチーさん、準備ができました。なんか圧倒的白パンダのハイカットいいね。いいですね。うん、この時期もう絶対白パンダ、黒パンダのこのハイカットのスニーカーおすすめ。もうほとんどないんです。うん、あ、もうないのか。じゃあまたフォローしますか。かわいい、これも。これもお帽子かぶった方がいいかも。なんか。それでいいよ、ハットでいいよ。あ、キャップあればキャップでいい。
少々お待ちください。今着替えて出てきました。あ、うん、やっぱりこの感じにはキャップかハットは欲しいね。はい、お、良きです。おしゃれな感じで、あ、いいじゃん、かわいい、かわいい、うん、はい、絶対かわいいっていうか絶対おしゃれ、絶対かわいいですね、うんうん、ですね、前に水曜日の自由が丘ライブでブラウスご紹介させていただきました、はいはい、こちらの、ひっこり生地との、うん、ドッキングの、うん、そうですね、ここにロゴが入ったブラウスなんですけれども、はい、こちらはスカートもございまして、うん、セットアップでお召しいただくことができます、うん、でスカートがここにラインが入って、うん、後ろ側は全部ひっこりになっております、はい、そうですね、これいいね、すごいかわいい、うん、ね、これちょっと、はい、脱力で着てもらいながらちょっとカジュアルでだらしない感じが一切ない、脱力カジュアルね、感じは全然ないし、な、全くないね、はい、もうパッション大嫌いなゆるずる、はいはい、もう勘弁してよって、どこまでそうこうだらしなく着たらいいのっていうような感じ、はい、一番嫌いなんですけど、それの真反対にある、いや、すごい可愛いです、うん、大きさ感です、はい、ちょっとなんかやんちゃしつつ、うん、いや、もうおしゃれ分かってるって感じのね、うん、めっちゃ可愛いですね、これ何でもないのに、うん、それが大事、本当にラフで、はい、何でもないんだけど、うん、むちゃくちゃ可愛い、はい、そして今からまだね、ちょっと中の T シャツが元気ありすぎっていう方は、リブタートルとか少しね、はい、フィットするような感じ、フィット&フレアの感じに作ってもらえれば、こういうカジュアルでも収まりいいので、今だったら、シマークで言うとアルパカ、ベビーアルパカのあのぐらいのね、はい、薄手のニットで少し温かさを取りながら、うん、でも少し透け感も生かしながらこれを着るとか、はい、そしたらもう普通に時期対応のタイムリーな感じのコーディネートになりますし、そうですね、はい、これスナップボタンで前止められるんですけど、うん、前止めてインしても全然いいですよね、うん、うん、もう全然ちょっとやってみよう、うん、首に巻いても肩に巻いても腰に巻いてもいいのよ、腰に巻いてもいいですね、うん、どこでも平気で、こうやって突っ込んでも全然平気、もう生地自体が厚みがあって柔らかくてすごい着やすいので快適、うんうん、だよね、シャツともちょっと違う生地ですよね、うんうん、いいじゃない、こういう時は革のベルトとかじゃなくて、もしお持ちであれば、例えばキャンバス地のさ、軍隊アーミー服みたいな感じの、自衛隊の人たちが巻いてるようなさ、はい、面のね、はい、ベルトとかでやってもらうと余計かっこいいかなと、あ、その感じも素敵、感じもいいですね、あ、良い良い、デニムヒッコリーって、まあ、デニムっぽいといえばデニムっぽいんですけど、どちらかってもっと生地が薄めの感じですね、生地はこれなんて言ったらいいんですかね、これも普通のあれだよ、麺、うん、平織りの麺、そう、デニムよりも薄、なんていうか、ゴワゴワしてないです、ヒッコリーのこと聞いてらっしゃると思う、あ、ヒッコリーですか、うんうん、ヒッコリーは、うん、綿の結構しっかりめの、うん、ジャケットとかにも使われる生地、薄いデニムみたいな感じでイメージしてもらうのが一番いいかなと思います、はい、デニムともすごい相性がいいものになります、うんうん、この感じかわいい、うん、これでバッグとかめっちゃいいじゃない、うん、そうそう、ほら、かわいいです、あら、良きじゃないですか、良きですね、はい、うん、ね、うん、よかったよ、かわいいです、うん、よかよか、で全然今からベスト着たりとか、はい、うん、その子って見て、ベスト全部開けるんですか、うん、そうそう、突っ込んで全部開ける、すいません、 T シャツ着てて、ああ、だからそれで、あ、そうだね、そのちゃんね、 T シャツも脱ぎたがるからね、脱ぎたい、いや、ないんだ、人が、うん、そうそう、そんな感じでもいいね、うん、うん、はい、全然ね、ちょっと下が開きすぎてるけどね、うん、うん、そんな感じでいいんだな、はい、かわいい、ち
ちょっとカシクール巻き込みね。そうですね、カシクール巻き込みすると、はい、はい、いいかな。そうです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 。このスカートの形もすごい綺麗ですし、うん、綺麗綺麗、はい、あのすごいこれ伸びるんです、うん、伸縮がかなりあるので、うん、もう着やすいこと、うん、この上ない、うん、ね。そしてすごい、スカートは前ファスナーなんですけど、うん、後ろ側は全部ゴムになります、はいはい、平ゴムでバチッと。でジャストサイズは9から11号、うん、っていう感じがします、うん、ネットね、はい、いいじゃん、かっこいい、これかわいい、かっこいい、そのカシクール巻き込みいいね、カシクール巻き込みいいですね、うんうん、でもしあれだったら、うん、島国は、うん、このようなベルトが、あ、そうだそうだ、まだあったありますので、うんうん、これを使っていただくこともできます、うんうん、ベルトの方でいいんだよ、うん、あんまり目立たさない、目立たさない、うん、な感じでできます、はい、うん、かわいいですねこれ、すごい、うんうん、すごくいい、すごいいいですね、うんうん、でそれぞれ別々にもすごく使いやすいので、うんうんうん、でお袖は長袖になりまして、うん、この後ろがヒッコリーになります、うん、ヒッコリーっていいですよね、うん、あとこのスタンドがさいいね、あ、ちょうど程よく、ね、今その、はい、うん、超感も活かしてくれてる、ちょっとあったかみがありますし、はいはい、扱いやすい感じがします、うん、これいいね、すごいね、すごい、うん、これもう本当にこれ、うん、生地がすっごい柔らかくて、うんうんね、着心地がすごいいいし、うんうんうん、そうだ、なんかね、すごくこう嬉しくなっちゃう、うん、この良さ、うん、あとほら、うん、デニムが今すごいこの2週間ぐらい、はいはい、驚くほど動くじゃない、はい、例年春と秋はデニムはよく売れるんですけど、それの 2,3 倍動きがいいんですよね、なのでいつも以上にデニムの感覚、うん、着たいっていう女心、はい、あるような気がするので、うん、デニムではないんですが着方履き方は一緒の使いができるので、うん、感覚はデニム感覚、ね、デニムです、デニム、うん、そのヒッコリーそのものがもうあるほぼデニムなんだよね、このストライプのね、はい、かわいい、うん、良い良い良い良きです良きです、はい、本当になんか着て楽しい、でブラウスは本当先ほどのように出して、はい、うん、ね、羽織っていただいて大丈夫ですので、うんうん、いいね、良い、はい、でお色違いがあります、はい、そうですね、今着てる色がオフベージュになります、うんうん、きなりっていう感じね、本当のそうですね、きなりって感じ、はい、あと別に真っ白、うん、ハイカラじゃん、真っ白もあります、うん、真っ白はこのラインがブルーになります、うんうん、で後ろがヒッコリ、うん、ちょっとラインの色が違うのかな、うん、それまで着てみましょうよ、ラインの感じ、うん、あともう一色あるんで、うん、あ、3色あるね、はい、で3色目がカーキです、うん、あー、カーキね、はい、うん、それもいいね、そう、どっちかの色もう一回着てみましょう、で色が黄色で、ここのヒッコリーがこのデニムっぽい感じになります、うん、はい、うん、今って言えばその色が今っぽいですよね、そうですよね、まあ白はなんとなくこのイメージからつくとして、うんうんうんね、うん、カーキをさせていただきます、うん、カーキ着てみましょう、はい、さあ急げ急げ、少々お待ちください、今着替えに入りましたので、あと、うん、すごくいい、もっちーさんの身長でも全然もたつかないし、かなりあの身長高い方だともっといい意味では決まると思う、もう当たり前なんですけどね、春物がてんこ盛りで入荷しておりますので、春物もひっくるめてセール品もひっくるめてよりどり見ていただけます、もしかして面白い状態だと思います、春のときめきを探しながら、わお、ラッキー、お買い得、お買い得じゃない、お買い得、それも両方見てもらえる、そんないいタイミングかもしれません、今この時期は。
そしてスプリングコートの品ぞれも、各店20着プラスぐらいの感じで揃ってますので、まあ、それらもひっくるめておいおい紹介しますけれども、なんせなんせちょっと今テンションが高い状態でしまく流れてますので、その高いテンション一緒に共有して楽しんでいただけると思いますので、ぜひぜひご来店ください。あ、その色もいいね。いいですね。やっぱり、うん。色を削れなかったっていうのが分かるね。はい、うん。おしゃれ。おお、なんか引き締まるね。なんかかっこいいですね。うん、表情が。ね、うん、雰囲気変わります、うん。まるでかっこいい女になったような気になってる。まるで。はい。こちらが、カーキです。カーキといっても、はい、うん、薄いね、うん、薄いグリーンな感じ、はい、うん、でここのラインが黄色で、うん、ここがブルー系、うん、あのスカート自体形がすごい綺麗ですよね。本当綺麗、張らないですし、うん、で履き心地も全然、うん、あのなんかこう食い込む締め付け感は一切ないので、うん、すっごく履きやすいです、うん、で軽いです、ね、この長さがねもたつかないよね。全然もたつかないし、うん、このぐらいねなんか長いと、はい、あんまり私の身長だとってことありますけど、うん、全然重くならないです、うん、それそうだけど90はありそうだけど、ちょっとスカート測ってもらっていいですか。ルミナさんには今日いろいろ刺さってるみたいね。あ、よかったです、うん、グッド、良きですよね、うんうん、良き良き。88から90ありそうな気がするんですけど、ベルト上からソータケで見て、84か、思ったよりないんだよね。個人的にはカーキが好きです。はい、かっこいいもんね、うん、刺さって困ります。あ、良かったね、うん、個人的にはカーキが好き。あ、かっこいいの全部。でこちらがカーキの上着になります、うんうん、なんかいいよねこのシリーズ、すごい楽しいです、ねね、着てて、はい、ライトな、ね、感じの服なんだけど、ライトっていうか気楽なカジュアルね、はい、でもなんかモードしちゃってるね。カジュアルなセットアップって、うん、いいのって意外にあんまなくて、ない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 んですよね、うん、ジャケットとスカートはまあまああるんですけど、うん、こういう感じってあんまりありそうでない、うん、どっちかっていうとエレガントになってる。ブラウス、シャツ、スカート、そうですね、シャツ、パンツ、ブラウス、パンツっていうセットアップはね、出かけ用だと作りやすいと思うんですけど、うんうん、いいね。これはあのストライプがまた爽やかに、うん、はい、おモッチーさんに関してはこの帽子はこの感じではかぶってほしい感じのね、ファッションとしてすっごい決まるね。はい、かわいいこれはうん、なんだろうか、いやいや、それがファッションでござんす。うちもともとこういうの好きですよね、うん、そう、昔から。そう、もともと好きなんだけど最近あんまりやってない、あんまりないですしね、うん、この絶妙な加減っていうのがそうそうあんまりない、うん、ちょっとデザイン性に富んでてね、はい、うん、そうそう、すごい好きな感じですよね、うんうん、こんな感じになります。さっきのフルティとこちらのマチュリタって同じ会社なんだけどね、ブランドが違うとまた雰囲気提案が違うね、はい、うん、ただ出来これもいいですよ。いや、すごい、すごい良いです、うん、楽しい、うん、こんな感じになります。やっぱりセットアップっていうのがポイント高いし、あと脇も見せて、ここら辺のね、細かい作りも、そうですね、はい、こういうところの作りも入ってますね、はい、うんうん、ね、ある意味どうでもいいようなところだけど、これがどうでもよくしちゃいけないよっていう感じでやってる。あ、しかも、うん、ちゃんとこうなってる。いやいや、そう、ここだけ張ってるわけじゃないんですね、はい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 、ちゃんと立体的になるように、はいはい、こうやってある、はい、ところがちょっと感動しました、はい、ペタじゃないんですね、
地味ですけど、はい、こういうのって大きいですよね。いい仕事よ。すごい、うん、あとこういうところのさっきのカクカクじゃないけど、うんうん、こういうカクカクな感じ、うんうん、縫い止めにね、はい、ちょっとこうポイントを作ってるとか、ね、縫い止めにちょっと黄色のポイントがあったりして、はいはい、こういうのすごいですね、うん、それがね全体の雰囲気を気遣いない感じで作っている、うん、でその縫い止めのこの黄色がねここのテープと同じ色とかね、うんうん、こういう気遣いがあるかないかで絶対違いますし、うん、いやそれは違うよ、ね、じっと見なくても全体の中であれってなんか違うっていうのはそういうところだよね。そうですよね、はい、こんな感じで、うん、それでも全然 OK、 うん、うん、相変わらずうまく決まらないのが君の良さかな。ありがとうございます。持ち味褒めていただいて、うんうん、もうなんか褒めること好き。ありがとうございます。ナイスだよ、決まらなさも。ありがとうございます、はい、ずぶい。そんな感じでお値段を決まる、うんうん、動揺とかいうことが一切なくなった女。ガーンとかね、ガーンと、そうそうそう、本当にすごい。はい、お値段いきます。はい、この辺は割とまあまあの納得、そうでもない。あ、ほどほどだよね、きっと。ちょっと嬉しい感じ、うん、で、あ、ちょっと色違うんだ、うん、白には黒白のひっこりです、うん、 白、 ね、はい、白には黒白のひっこり、はい、さっきのオフベージュには、白地にインディゴのひっこりなんですけど、はい、こっち黒白です、はい、でこっちは、うん、あのブルーに白のラインになります、うんうん、こういう気遣いもいいですよね、うん、あとそのポッケのそこら辺もいいね。あ、こういうところ、ね、うん、こういうね、一つ一つがなんかね、うん、なんかいいじゃん、嬉しいじゃない、うん、こういうの手間ですよね、うん、めんどくさいよ、こういうのちゃんと貼り付けてあって、なんかこうで、しかもすごいあれなんだけど、そんなに大きくない、うん、かわいい、こういうのがちょろんとあって、ちゃんとね、貼ってあってね、かわいい、うん、自分が縫製工場だったらこういうのめんどくさって、めんどくさって、うんうん、これ抜いちゃダメですかとか言いたいね。やらない立場にも思います。そしたら仕事回してもらえなくなる。そうですよね、うん、これいるんですかとかね、うん、そう、本当に、うん、いい仕事をしております、うん、ここの工程で3工程かかるからちょっと、うん、生産効率悪いくなりすぎんですよね。綺麗、ね、これも綺麗。綺麗ですね、うん。真夏にはまだ最高だね、これね。そうですね、うん。今の時期は先ほどのとかこっちがいいかもしれないけど、はい、やっぱり白が好きっていう人はいつでも白好きだしね。うん、しかも白黒ですしね。はい、うん。白黒ってポイント高いですね、うんうん。値段いきましょうよ。あ、すいません。はい、ブラウスのお値段が、はい、コットンポリエステルです、はい、22,000円です。22,000円、なんとか。 あと背中も見せて、それ。あ、すいません、うん、背中もこのような、はいはい、ここで吊るせますね、こうね、吊り上げられます。よくほらラーメンとか食べに行くとあるじゃん。そうですね、かけるところ、はい、ね、こういうのもちゃんと両側に、しかも色違いで糸を使っております。ブルーと白。なんか言いたいのね、もっと先に気づけよ。そうそう、気づいてないの、今まで。ブルーと白の糸で留めております。はい、今気がつきました、うん、はい、こちらのスカートがじゃじゃん、23,100円でございます。これに関してもめっちゃリーズナブル、うん、しかもね、このコリーを使って、うんうん、このヒッコリーもね、またごめんなさい、立ち悪いことにピンからキリまであんのよ。ゴワゴワしてるヒッコリーとか、シワになったらシワが取れなさそうなヒッコリーとか、うん、しなやかさ、柔らかさは絶対大事です、皆さん。もうね、ちょっと一瞬ごまかせられないで触ってほしいです。刺さって困ります。ん？ね、刺さって困りますね。そうそうそう、これ本当ベルトちゃんとできますので、はいはい、このベルトルもありますし、はい、もうね、誰が何て言ってもしつこいようですけど、基本的にこう触って
例えばしっとりするもの、滑らかなもの、指触、綿だとね、綿のやっぱりこう気持ちよさ、うんうん、これがゴワゴワするとか、うん、ちょっとバリバリするっていうものは正直安物です、うん、同じじゃないあれとっていう話じゃなくて、まるっきりも別物です、はい、ここに品質表示が一緒でもね、うんうん、よく皆さん品質表示が一緒よこれって言われるけど全く違う。うちにある中のレベルで言うとそれでもあのレベルがあるけど、はい、一般的に街中で見る場合こういうヒッコリってちょっと言葉悪いけど無印とかああいうところにもいくらでもあるから、うんうん、そういうところのヒッコリと、まあ、シマックあたりに入ってるヒッコリこうやって触ってもらうと全然違う。このヒッコリすっごい柔らかいですね、うん、だからそれが大事。うん、滑らか、うん、しっとりします。なかなかこう言ってもそれを試してみるからっていないと思うけど本当に試した方がいいですよ。指で触る、ゴワゴワしてるのありますよね。そうそう、何にしてもウールでも何でもそう、革でもそう、牛革でもゴワゴワしてるもんと違うし、ペーパーレザーなんか見て薄くしてハリッとしてる加工のものはハリッとしててもそのハリッと感が違う。また余計なこと言ってます。終わります。こちらの写真もお願いします、はい。特にヒッコリーでは残念なぐらい、その、はい、デニムの感じ、それとストライプで全部、味噌もクソも一緒に見えちゃうから、履いた時の動きが違う。ねえ、うん、本当に心地がいい。例えばこれがね、ちょっとボロの生地だと、ゴワゴワして、もう全部が動く。うん動きで。疲れちゃいますよね、こういう生地で硬いと、うん。こんな感じで。そう。厚み、柔らかさ、これ絶対大事です、皆さん。だからできれば通販なんかではよっぽど信頼を受けるレベルのお店の通販だったらいいけどね、シマクとか普通のネットで見かける通販なんかもう手出しちゃダメ。ゴミしかない。でもゴミ、そのゴミでも品質表示の書き方は一緒だから、はいはい、例えばシマクにあるのとこのね通販の一緒じゃないって、全然違いますからね。腰に巻いてる、うんうん、もう本当にさ牛肉と普通のゴムの違いがあります。感じても変わるんですよね、うんうんうん、それも全然、うん、逆にね全部カーキューでつなぐとかね、うん、そう特にヒッコリに関してはもう本当情けないんだわ。いつも苛立つ素材これは、うん、素敵なんだけど、はい、こんな感じにもなります。めちゃくちゃ可愛い、うん、これあの、うん、これかかってるの見るよりも、うん、着た方がさらに良いので、うん、だよね、はい、で着心地も本当にいいので、うん、ぜひお試しいただきたいです。良き、うん、です。良きです。はい、はい、じゃあそのような感じになります、うんうん、いやいいね。最初のあのカーディガンも良かったよ。カーディガンも良かったですよね、うんうん、本当に良かった。これこれ、こちらのカーディガンもおすすめです。みゆきさん痛い目に遭ったことあるんですか？絶対なさそうだけど。みゆきさん。うん。まあでもね、本当にね、本当にみゆきさんほどの強者は、まあそういうことはないとは思うんだけど、一般的にですよ。例えばこのヒッコリって書いてあって、綿97、ポリウレタン 3% って書いてあっても。雲泥の差があるのでこれは触ってみないと絶対ダメ。情けないぐらいバリバリ、まあそういうことなんで、はい、はい、今日もすごくいいご紹介させていただきましたので、はい、あ、なんでまだ忘れてた、見ていただこうよ、あったら、あ、これか、あ、これか、すみません、うん、このスカートが、うん、フルーティーの超ハギスカートなんですけど、うん、これと色が合うのかな、うん、こうだったんですね、うんうんうん、そう、その感じで進めてもらったの、この感じです、はい、綺麗に合うの。まだちょっとこうタフタなのでね、はい、今出したばっかりであれなんですけど、うん、少しシワ感ありますけど、そう、その感じでコレクションの時にはね、はい、中の T シャツは面白い T シャツあったじゃない、う
まだ入んないと。うん、入ってんじゃない、それじゃないわよ、もっとワンポイントみたいになった、えぐいのが、まだ入ってない、はい、ね、じゃあいいや、はい、こんな感じで、はい、受けますので、うん、こちらまた改めて、そうですね、はい、ご紹介したいと思います、はいはい、もう皆さんにはね、口酸っぱく伝えときたい、まず通販のは手出さない方がいい、本当にそ、あの、もう断言します、裁判になっても俺どこでも勝てる、来てください、タフタステッ、タフタスカート素敵です、ヨッピーさん完璧に似合いそうだね、これはもう本当にね、お仕事のような場でも着ていただけるので、なんかタフタのスカートでもそうだけど、しつこいけど、はい、タフタスカートって書いてあるだけで、あ、どこもかしこも一緒じゃんってなっちゃうのよ、あ、もうだからこういうね、インチキ臭いね、売り方が俺大嫌いなの、うんうん、もう怒ってんのいつもで、誰もちゃんと聞いてくれないけど、聞いてます、あ、はい、そんなのどうでもいいのよね、気に入ることが大事ってなるんだけど、はい、安易に通販には手出さない方がいいって、そういう品質表示っていうものはどうにでも何かその、なんて言うんだろう、ものを特定する指標にならないから、うん、洋服結構難しいですよね、うんうん、聞いてます、聞いてますよねすいません優しい優しいね、優しい、そう、でもいつもイライラするんだ、これこちらはこのオフベージュ と、はい、黒と2色展開で29,700円、はい、コットンナイロン生地でございます、はい、悲しい愚痴聞いてもらっていい、ずっと40年言い続けてきてるけど、シマーク周辺の方とかご来店いただいてる方にしかそれがなんかこう伝わらない、おおよそ日本中の 99.5% ぐらいの人は全然そんなの聞いてもいないし、だからどうしたのって、私は硬い肉でも何でも安い肉が好きとかさそういう人がほとんどなんだよね、そんなことないですよ、あ、ちょっと愚痴ってる、悲しくてね、そんなことないですよ、あ、そう、はい、ウルトラライトダウンってこんなに軽くなりました、バカ野郎、ダウンがほとんど入ってないの、なんでこんなに軽く薄くなって安くなりましたって、当たり前だろ、島に空気だけ入れてろよって感じね、はい、そんなことないです、いやいやいや、はい、違う、ただあの指標にならないので、品質表示で見て物を買うっていうことはやめた方がいいってこと、特に洋服なかなか難しいですね、難しいし、ごまかし、要するにごまかしてるところがほとんど、うん、あのメディアを持ってるから、大手はもうほとんどそれで巻き込んでいくから、うん、変な話ね、はい、はい、もし何かありましたらいつでもあのご不明な点などありましたらいつでもご相談ください、はいはい、うん、愚痴じゃないんだよね、はい、うち自体はおかげさまでね、あのいいからあれなんだけど、ただこういうひっこりとかやっぱりこう素材に合った時に皆さんに伝えておきたいの、うん、やっぱりそういうあのちゃんとものを見て、うん、あのいいちゃんとしたものを欲しいわっていう方がうちに来てくださってると思います、そうそう、うん、もう気まま猫さんもいい方、いつも勉強になりまして、このうるさいね話、なんか典型的な商品素材名だからさ、そうするとそういうのをうまいことさ利用して、安物のひっこりをもういかにもいいひっこりも一色単にしてアピールしてる場合がほとんどだから、特に私ヒッコリーに安い高いってあんまり考えたことなかったです、うんうん、デニムに高い安いやるのと一緒 で、ね、はい、安いデニムひどいよ、履いててシワの感じ動きもね、まあだからどうのじゃ、高いのがいいってことではないんだけど、目利きってやっぱり大事、うん、選択する時のね、うん、一つ選ぼうとする時にそういうものでごまかされないように、まあ、そういうお客様ばっかりうちのライブは入っていただいてるけど、入っていただけないほとんど多くの人たちに本来一番伝えたいのね、なんかあの高くて、うん、それが適正価格なのかどうかを判断するのが難しい、うん、そう、だから方が難しい、だからいつも言ってるの、豪語してるの、島博に来てその適正価格っていうのを見てください、うん、うちは本当にそういう意味でリーズナブルをいつも目指してるじゃない、
ちゃんと適正価格ってことですよね、うん、ね、失礼だけどさ、あのシャネルの本店行ったじゃない、銀座売り場の人、なんでこれがこんな高いのって、どう見ても3万円でできますよって言ってさ、ちょっと品種買ったことあるけど、それが30何万とか、このシルクの打ち込みでこの重さでね、この値段ってどういう風にしてつけてるんですか、敵も去るもの、私はでも好きなんではい、以上です。はい、はい、そのような感じで、はい、うん、今日もご紹介させていただきました、はい、ぜひ、はい、試していただきたいですし、うん、ホームページはちょっとこの辺りが写真は撮ってあるんですけど、うん、まだ掲載が追いついておりません、うん、もし目につくものがございましたら、はい、いつでもお問い合わせください、はい、おすすめです、はいはい、今日もね、すごいいいのが紹介できて、まあ、たまたまヒッコリーでこうやって妙なストレスになってっちゃったんだけど、まあ、そこのところはぜひね、皆さん、ヒッコリーってこの時期どうしても魅力的な素材と、まあ、ストライプなのでね、目に行きやすいので、ぜひぜひお確かめください。はい、じゃあ次は、水曜日、うん、8時からの自由が丘ライブになります、うん、どうぞよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日もありがとうございました、はい、どうも、はい、いきます、はい、This is the fashion、 ありがとうございます。そうなのよ、あ、はい愚痴じゃないんだよ、愚痴じゃないです、うん、本当に腹立つの、世の中が、うん、まあ、ちょっとどうていうか無力感みたいのさ感じて、いつもイライラする、本当にいいものとはみたいなところをの、うん、のぞいて広告してますよね、うんうん、まあ、仮にあとね 1,2 分聞いていただく方いれば聞いてほしいんだけど、ヒートテックってあるんじゃない、はい、こんだけ薄くてあったかいって最初はね、はい、それで1980円とか、まあ、例えばやってたじゃん、それが1年後どうなったと思う、ヒートテック増量にしてより暖かくしました、生地を厚くしましたって、今極暖とかあります、うん、でいやだから売り出し方のテーマとして薄くてあったかいっていうのが一番の推しだったわけ、それはごまかしであるっていうことが第二弾になるわけ、あ、こんだけ厚みを増量しました、そして値段は 1.5 倍しかありません、生地を2倍厚くして、そういうごまかしにいつもイラだった、違うじゃんみたいな、そう、あ、なるほど、うん、宣伝それごまかしてるだけじゃん、本来あの生地をそれだけいい同じ条件の生地であれば量使う方が高いのよコストは、うんうん、でもこんだけ薄くしてこんだけ冷蔵庫に入ってもあったかいヒートテックって、着てない薄さ、これが価値があるんですって言いながら、次の年にはさらに暖かくなりました、増量しました、違うだろ、薄くしたことによって価値があるって言ってんだろうおめえらみたいなね、でもそんなもん考えもしないでさ、でそういうことを言うやつがひねくれもんになっちゃう、もう段なんか冴えたるもん、こんだけ軽量化しましたってバカじゃないの、安物にしてるのを堂々とアピールしてさ、それにほんと軽いの軽いのって乗っかってさ着てる、またその安っぽい価値観の人たち見てるとイライラすんのよ、ダンでもなんでも羽毛布団とかさ、よくビーカーみたいのに羽毛いっぱい入れるじゃん、はい、消しましょう、朝まで行きそうなんで、はいはいはい、失礼いたします、じゃあ君だけに、あ十分です、失礼いたします、そう、